この朝鮮戦争はもうご存じのように、まあ世界を2つに分ける、東西に分ける大きなこの断層を作る発端の事件ですね。そして日本はアメリカとともに民主主義、そして片方は共産主義、コミュニズムというふうにこう分けられるわけですね。でこの大きなこの引き裂かれることが当時日本でも特に若い世代には大きなインパクトを与えます。そして当時日本共産党コミュニズムは武力闘争、要するに民主主義を否定して武力闘争を主張するんですね。でそれが私の高校時代でした。ですから私の友人で高校時代で共産党員の友人がいましたが、彼は高校を辞めて農村に行ってその武力闘争の訓練をするというような友人がいました。それから大学に入った頃には大学の中にも共産党の細胞があり武力闘争を主張するというような、いわば激動期に入っていました。で私はそういう日本の共産党というよりも日本の前衛アバンギャルド、政治的アバンギャルド、それは学生が中心になるわけですが、そういう日本の前衛的な学生、いわば学生運動、それをテーマに描いたんです。ただ私は政治的な運動、政治的な主張、それは必ず権力闘争になるということはよく知っていました。必ず権力闘争になる、革命は必ず権力闘争になる、次なる革命はまた権力闘争を起こす、まあ、それが私の知ってる限りの政治の矛盾なんですね。どんな素晴らしいその政治的な思想もこの権力としての政治をどうこのクリアするか、それはほとんど不可能だと、そう思っていましたから、私は当時の友人の中でそういう武力闘争にこう傾斜していく友人を知っていますが、私はただこう考えてただけなんですね。必ず権力闘争は権力闘争を生む、武力は武力を生む、でこの循環を断ち切るにはそれをファルス、喜劇であると、権力闘争そのものは喜劇でしかない、要するに革命は悲劇から始まります。我々は虐げられている、抑圧を受けている、それを否定しようとして我々は悲劇から始まりますが、それが権力を持つ、政党として権力を持つ、政治として国家として権力を持てば、それはやがて喜劇になる、まあ、それを描こうとしたんだと思うんですね。ですから私の全く生きた同時代の歴史、それは保守と革命、左翼と右翼、その区分けそのものが必ず権力闘争を生んで、それは最後私はファルスとして笑う、悲しみながら笑うより仕方がないというのが私の、まあ、政治的なイメージなんですね。ですからそれをこのエルスプラスは虐殺の後、戒厳令のすぐ後に、まあ、描こうとしたんだろうと思います。まあ、これは私の生きた時代のその革命を目指す学生運動を描いてるんですが、それの10年後、もっとでしょうか、20数年後をもうすでに組み込んで描いています。その時その人たち、革命を目指して血を流ししたその若い世代がその10年後どういうふうになっているのかということも含めて描いています。ですから
エロスプラス虐殺は過去を今生きようとしたんでしょうが、私は煉獄エロイカの場合はその後の未来の時間まで今度組み込んで、その時あの10年前20年前の我々の行動はどのように我々に見えるのかと、今度は未来から現在を見てみようということも、まあ、考えたんだろうと。ただそういうことは映画は許してくれます。映画の表現というのは過去と現在と未来を一緒に映像としてモンタージュ編集することができますから、まあ、これが私の煉獄エロイカ。